ございます。第4局ドラマ3層上の3人の点差見てください。33,200対33,300対33,300、伊達ドラドラ赤。いやー、伊達さんもね、同点で3着に落ちる可能性あるからね。そうですね、気が抜けませんよ。さあ、優のこの手配非常にまとまっています。ドラが1枚、赤が1枚、伊達との点差がわずか2900です。勝又もいい。ただ勝又さん1000点じゃダメだもんね。そうですね、2900差です。まあ、3200クラスの手を作るか、はい、500積も上がりなら500戦から。まあ、ダメってことはないんでね、もしかしたら1000点で単独2着もありかもしれないですけどね。おー、すごいすごい。まあ、一色は見そうですね。はい。そして園田、一人離されてしまいました。6200点。園田さんはちょっと面白くないハンチャンになっちゃいましたけどね。241羽満直撃しても変わらない。倍満積もっても変わらない。あれあれあれ、どれ、ドラさん笑いが溢れちゃう。うわ、ちっとあ、でもちっといドラいらないんだ。3200十分ですもんね。そうですね、じゃあちっといでもいいですね。チートイツ赤の3200でいいので、はい、しかしいい番切り。ドラ爆弾。勝又さん、チーはどうするんでしょうね。ポンはすると思うんですよ、全部ね。チーですか。6球ピンチーから入るかどうかですね。どうでしょうね。これか。これですね。入りましたね。泣きました。うん、染め手に向かいます。鎮逸になればもちろん余裕の条件クリア。パーピン欲しかった。そうね。ただ伊達さんもチート打つじゃないからね。伊達さんのピンが出ないとは限りませんからね。あ、テンパってない。ないんですよね。チート打つやめたんですね。失礼しました。ウーワンか。これピンズの下きついね、勝又さんね。はい、これウーピン泣けないと結構きついですね。一応重ねるとかの方がいいかもしれないね。鎮逸ではなくなりますけど、はい、ただチュン重なって本一のみは条件がね、積もらないとトップにはなれない。まあでもそれは十分じゃないですか。積もればトップだし、積もれなかったらでも単独2着は取れるよっていうのはね。積もか直撃っていう条件になりますね。うん、ドラ爆弾の伊達、さすがに下も近すぎるんでね、あの、うん、見逃してまでっていう局面ではないと思うんですよね。はい、まだまだ先は長いセミファイナルです。ましてや1戦目アキさんトップ取ってくれてますからね。そうですね、そのプラスを守って帰りたい。ドラ行きましたね。ドラ勝又はピンズ789をチーしてる。リャンピン E1 どっち、 E1 から。うん、上がりを目指すんであれば E1 なんですよね。うんうん、で伊達さんとかにプレッシャーをかけたいんであればリャンピンから切った方がいいですよね。なるほど、ユウさんにはもうプレッシャーかけようがないので。そうですね、プレッシャーあろうが何しようが必ずね、4着になる危険がさほどないので、はい、来られるので、伊達さんに対してプレッシャーかけに行くかどうかですよね。あれ、こんな転敗、勝又さんリアンピー危ないじゃないこれ。位置行かないかな。リーチするのかな、どうかな。いや、勝又さんのリアンピーはリーチって行かれるとね、止まりようがないですけど。テンパイを取らずでした。ユウの選択はテンパイを取らずの3ピン切り。しかもリャンピン、今通ったリャンピンじゃないですね。本当ですね、リャンピンリャンピンって切るもありますけれど、3ピンの方ですか。リャンピンリャンピンの方がもう普通ですよね。5枚持ちのサブローピンですよね。面白いな。しかも泣かれてもいいやって言ってきてるんじゃないことだけは確かですからね。
さあチュンポンして勝又に転敗、チュン本一の6球ピン待ち、上がればトップ。これで伊達さんは放銃すると3着落ちが確定したので、どうすんのかな。転敗、まあ、一旦チーソー短期には取りますね。切ってチーソー短期にして、いやリーチ考えてるところですね。差し違える覚悟でリーチか、まあ、切るのはリアンピンしかないですからね。戦闘民族息を吸って、差し違える覚悟でリーチ、山には1枚チーソー、6球ピン対チーソー短期。うわ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 、嘘でしょ。あのこれで伊達さん降りやすくなりましたねって言おうとしたんですけど、降りないの、受けるの、ウーピンはない、ウーピンないけどシャーが2枚います。つもり3箱まであるもんね。何が起きる、園田が動いた、勝又さんも3枚、シーソー短期で、そうですね、6球ピンは3枚でした。シーソー1枚、はい、まあ確定じゃないけど伊達さんも上がれば確定でしょ。トップこれね、上がった人トップって感じですか。でしょうね、はい伊達が上がった場合は連チャンにはなりますが、高すぎる、これを上がれば決まったと言っていいでしょう。見守りましょうか、見守りましょう。うわ怖い怖い怖い、目がギラギラしています。3人とも目がギラギラしてます。うわ怖っ、え、缶、まさかびっくりした、まあ、缶するもありますか。 なくはないですよね。あのどの口キュービー、はい、3900、ね、はい、はい、上がったのは勝又でした。チュン本一3900、皆の手がぶつかり合った中、いやトップを取り逃がしたユウのこの表情、そして伊達は今の宝珠で3着まで落ちるという結果になりました。そして EX 風林火山、本日秋と勝又のリレーで同日2連勝ということで、またランキングボードが大きく動きますね。うん、そうですね、見応え十分でした本日の第2試合、はい、4社が4社とも全力を出し尽くしてくれました。優は2着、しかし苦しい表情、うん、そのドアダメだこりゃという表情ですねお手上げです。さあ伊達選手最後まで戦いました。そして勝又選手は一連してちょっとつまずいて退場です。